山下水とは、源氏物語の注釈書である。1570年以後1579年までの成立とされる。老化症、在留症、病状症等の流れを組んだ三条西家系統の注釈書の一つである。著者は三条西真高の孫で、三条西金枝の子である三条西三重。三条西三重は、百五十二年に京都を離れ、 それから17.8年にわたった東国の流浪から59歳になった1569年6月に帰京した後、翌1570年3月から宮中で、源氏物語の講義を開始し、その傍ら三条西家の説を中心に、自説も加えた、初中修正を図ろうとしていたらしく、その成果がこの書であると見られる。また三条西三重は一度本書を完成した後も、 交換を加えて本書に加筆していったらしいと考えられている。この書は、はじめに、作為、対等を付し、以下間別に、薪名の由来、詳細な中期を展開している。なお、この時の参上にしみの講義を受けた中野井道勝が表した、源氏物語の注釈書が、民行入りすわえであり、本書と民行入りすわえは、内容的に称号するものとなっており、この、 民行イリスワエでは、本書、山下水内しその著者、三条にしみえの説は、千の故障で聞かれている。本書の山下水という署名は、本書の両県に、古今所産月水云々とあることから、古今赤州マナ女の山下水の絶え図とあるのに由来する著者自身の命名によるものであることがわかる。この山下水という名称は、山陰を流れる水の意味で、 祖父と父による、源氏物語の注釈書である、最流章と同種子の命名であると考えられ、また、源氏物語についてのすべての説を論じ切ったことを、海へ流れ込む川に例えて命名されたとする、川海章に対する謙遜から来た命名であると思われる。写本によっては、源氏物語小説や、源氏中介といった代号を持つものもあり、また、 源氏物語商戦として惹かれていることもある。完全に揃っている写本は現存しない。主要な写本として以下のものがある。その他に以下のような写本がある。ありがとうございます。